皆さん、こんにちは。パトリック・ハンマムです。今回は、SnowMan、Travis Japan の2018年舞浜で行われたスペシャルパフォーマンスのリアクションをしていきたいと思います。これはですね、アクロバットすごいし、シンクロすごいしで、見どころ満載でございます。ぜひね、本編を全部見てほしいんですけれども、これ全部解説すると1時間ぐらいになってしまいそうなので、今回はしぶしぶですね、ラストのパフォーマンスだけ見ながらリアクションしていきたいと思います。もうめちゃくちゃすごいです。楽しみに見ていきたいと思います。さて、そんな僕は普段ダンサーをしながらダンスメディアの運営、ダンスオンラインレッスン事業などをやっております。このチャンネルはジャニーズの皆さんのダンスの素晴らしさを伝えるべく、ダンスディレクション、ダンス解説などをやっております。ではね、早速この SnowMan、Travis Japan のスペシャルパフォーマンス見ていきましょう。もう最後のパートです。よろしくお願いいたします。これね、夢張りが終わった後ですね。えぐいっすよ、最初から。来たー！さっくんかな？ブレーキンが。なにこれ、ウィンドミル。うえーい！キックもやばいね。ねえねえ、こんだけね、綺麗に回れる人いますか？ジャニーズでもう。イエス！わーい！ここも怒涛ですね。いやおお誰様いやもうはいはいはいいやもう解説不可能でございます。イエースえうおおおおでねアクロバティックはもうどうなってるのこれねもう身体能力お化けが集結していますよね。どうなった今の。あべだ。ひーくんか。うわーい。あーお。すげえ、伊達様。これね。こんな滞空時間長く回れます？ちょっと。うわーありがとうございます。きたーもうシンクロ、おほーやべえ。やばすぎる。SnowMan がバチバチのアクロバティックやった後には、Travis Japan のシンクロですよ。えぐい揃え方してますね。でね、来てね。あー、揃ってるね。あーで、ここのね、シー君のこのウェーブ見ましたか？めちゃくちゃ動きますよね。しかも滑らか。で、グイーンとウェーブを通しますけども。その後もね、このね、チャカちゃん見てください。ここ、ダダダダダッと肩で取った後に、ウェーブを流してっていう、止め、スーンっていうね、メリハリがめちゃくちゃ見えますね。何よりも揃いすぎだろう。この体の角度とかも揃ってるじゃないですか。すごすぎる。はーい、ジャンプのタイムと、ちょっと。うーわーい。なにこれ。すごい、ちょっともう一回見ていいですか？シンクロしてるうちに。うわーい。最後の体育時間。すごすぎる。で、このね、ハウス的なステップ、軽やかなステップをやりながら、パッとね、手を開くところはきちんと揃えていく、止めていく。素晴らしいですね。ちょっともう、どうなってるんだ。素晴らしい。でね、ここのね、しめちゃんのこのステップの軽やかさですよ。なあ。揃う。あー、そのまま来たよ。うおい。どうなっているの？おお、ちょっと待って、もう。でね、これ、後ろのトラジャ、見ましたか？スッとね、まあ、ポイントみたいな。いや、ロックダンス一つの振り付けみたいなもので、ポイントってあるんですけど、みたいな振り付けをちょっとやってるんですけど、ガン揃いですね。かい。わお。で、こっちはアクロバティックと。はい、ズレズレ構成。うわー、さっくん。ちょっと待ってください。もうね、見ました?もう、ただリアクションしてるだけですいません。驚愕です。もうブレイクダンサーいるわ、ヒップホップダンサーいるわ、ジャズダンサーいるわで、もう、盛りだくさんっすね。これ、ジュニアのレベルじゃないっすよね。こうなってくるともう。で、ここのね、シンクロもやばいですし、で、冒頭のね、このアクロバティック三昧を。で、最初のブレーキンのところもやばいんですよね。さっくんもこれはソロで十分やっていけるぐらいのスキルですよね。で、最後はもう畳みかけでね、それぞれの強みを生かしてやってるんですけど、こっちはシンクロ、こっちはアクロバティック。ああ、ズレズレもこのね、止まった時はマジ揃うじゃないですか。素晴らしすぎますよね。おーいもう、笑うしかないです。素晴らしかったです。ありがとうございました。はい、皆様いかがでしたでしょうか?もうファンの方はね、もう周知の事実かもしれませんが、初見はもうビビる。びっくりします。これだけクオリティ高いパフォーマンスをしてるのかとね、びっくりしました。ぜひね、今後もね、もうこの2つのグループ、SnowMan さん、Travis Japan さん、コラボをどんどんしてほしいですね。で、こういったダンスパフォーマンス、曲のパフォーマンスをぜひとも見せてほしいと思いました。ありがとうございました。で、今日は以上になります。で、今後もですね、SnowMan さん、Travis Japan さん、ダンス動画解説やっていきますので、その他皆様、トラジタの皆様、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。またコメント欄でもね、SnowMan の凄さとか、Travis Japan の凄さ、わちゃわちゃ語ってきたら嬉しいので、お気軽にコメントもよろしくお願いいたします。はい、皆様、ぜひともまた次回の動画でお会いしましょう。ではでは。